ヨーブラザー、白瀬ゴールドです。いつもご視聴ありがとうございます。今日紹介したいのは11月11日に実装された新しい新ガチャですね。新しいガチャ、こちらタルタリアと、ディオナが実装されましたんで、それ引いてみました。でタルタリアに関しては、次回の動画で紹介したいと思うんですけど、まずはディオナからですね。ディオナが貫突したので、そこの性能の説明とかもしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、キャラクターまずはレベル42まで上げてみました。テンプに関しては1個解放されてないんですけども、そこら辺からの説明で、僕は今回組んでみたビルドなんですけども、武器が祭礼の弓の、レベル上げなくてもいいバージョンですね。これを使ってます。元素チャージ効率を上げるために、レベル上げても構いません。ただできればこの重複したやつで 80% の確率でスキルが回るやつにした方が僕はディオナはいいと思います。はい、で生物に関して言えば治療効果バフをつけました。これじゃなくてもいいとは思うんですけども、僕はディオナは場に出し続けるキャラじゃないと判断したんで、こちらの回復力が高くなるような設定でやりました。 HP をガン上げしたとしても、2万が2万5000とかになったりとかしても、あんまりそのシールドの効果であったりとか回復の効果であったりっていうのがあまり付与されないんですね、基本的には。だから治療効果バフで最終的に上げるのが一番いいと思いましたんで、これにしてます。で、4セットですね。でチャージ効率を上げてます。チャージ効率 50% 上げて、祭礼でも上げてます。で、こちらはHP を振ってます、少女の方で。で、ここが治療効果バフ、これが治療効果がかなり上がる決定打になりますんで、これぜひ使ってみてください。これの組み方としては、僕は前に出したベネットと同じような組み方になってます。基本的に、ベネットと同じような活用方法になるんですけども、ベネットと違う点についてはいろいろあります。でまずは天命6なんで、天命っていうのは星座なんで、ちょっと天命っぽかったなと思って僕はつけてるんですけど、星座、これ一突で特性スピリッツ、これが手榴弾みたいのを投げて周りに氷元素をばらまくみたいなやつが元素爆発であるんですけども、それの効果が終わった時に元素回収をするっていうシステムになります。これが元素必要量が 80なんで、これ1作るだけでその量が減るっていう風に考えていいんで、これは結構重要な1つで、2つ目はフリーズキャッツクロー、これが攻撃を与えるプラス自分にシールドを付与するみたいなことができるんですが、それがダメージとシールドの吸収率が上がるので、基本的に攻撃力防御力が上がるというような内容になります。で命中時近くに出場しているキャラクターにもフリーズキャッツクローの50% のダメージを吸収するシールドがつくんですね。これ効果時間5秒なんですけども、祭礼の弓をつけてキャッツクローをガンガン回せると考えたら、この5秒間っていうのはありだと思います。マルチで4人とかでやるときはかなりありだと思います。理由としてはフリーズキャッツクローって2段階にあります。1回のクールタイム、1回押しのクールタイムが6秒なんで、それを祭礼で回しまくったとしたら、ほぼほぼそれが入るというような内容になってきます。とりあえず先に進みます。で3が特性スピリッツが上がる、元素爆発が強くなる。で次が4突なんですけども、狙い撃ちが上がる、これはチャージ撃ちが速くなるっていうものになります。これに関してはあってもなくても僕の場合は大丈夫です。でフリーズキャッツクローのレベル、これが結構僕はいいと思います。フリーズキャッツクローのレベルが3上がる、これ5突で、6突が圧倒的な理由の1つですね。これ6突がかなり圧倒的なんですけど、見れば分かるっていう方いると思うんですが、 HP の回復量がまずやばい時にいっぱい回復したいので、50以下の 30% アップはやばいやばいです、ということで、まずそれが上昇する。で HP50% 以上になった時に初めて元素熟知が200上がります。この200っていう数字は非常に強いです。はい、エリアにいるキャラクターは200完全に上がるという内容なので、 50% 以上にしたい内容なんですね、これは。なので回復力が高くなければ元素熟知が上がるまでに行く可能性が低くなってしまうんで、回復力の高いディオナを作る必要があります。でテンプさっき追加されたのがこの
こちらですね、フリーズキャッツクロのシールドが存在するとき、キャラクターの移動速度が上がる。まあ、要するに、これさっきみたいに天命で、星座で味方に付与したりするじゃないですか。それにも営業するっていうような内容になってくると思います。ちょっとここはまだ検証してないんですけども、その可能性があります。で次は特製スピリッツのエリアに入った敵の攻撃力が15秒間低くなる。これもかなり重要。レベル60から増えるものなんで、ぜひぜひレベル60以上にしてみてください。敵にデバフがかかります。で、普通の攻撃、これは僕の場合使わないんでいいんですけども、次、フリーズキャッツクローですね。これが、さっき言った通り、1回押しでキャッツクローが2枚発射できます。要するに、攻撃のなんか矢みたいなのが2つ飛んでいきます。チュッてね。はい、で、次が、フリーズキャッツクローが5枚出る長押しの銃撃のやつですね。スキル銃撃。これが、ダメージ吸収量がさらに 75% 上がるんだけど、キャッツクロー自体が5枚出ます。ここの5枚っていうのが重要ですね。でディオナの出す、シールドに関して言えば 250% の吸収効果があるんで、氷に関してはかなり強キャラという形になると思います。はい、あと、シールドが付与された時に氷元素がつくんで、まあ、とにかく、例えば1回だけね、氷元素の、つけたかったりとか、まあ、そういうことになるんで、まあ、かなり面白いじゃないかな、戦略の幅が広がるんじゃないかなっていうような感じになりますね。で、キャッツクローに関しては、キャッツクローのダメージが1つにつき50何パーなんで、まあ、これは何を表すかっていうと、さっき、ポン押しで1回押しで2発、長押しで5発出るってことなんで、そこがかけられていきます。でシールド基礎吸収量は HP のかける9%、まあ、9% ですね。それプラス上限のこれが上がっていく感じになります。どれぐらい上がるかっていうと、まあ、1回テンポ上げると100ぐらい上がっていく感じで、パーセンテージの方は 5% 上がる感じ、 0.5% 上がる感じですね、はい、なので、まあ、テンポさえ上げてしまえばシールドの吸収量はかなり上がるっていうような感覚でいていいと思います、はい。で次に持続時間が、シールドの持続時間が重要なんですけども、普通にポンって押しただけだとシールドの持続時間が、まあ、4.2 秒なんですね。だけど長押しのやつはかなり長くて、その、まあ、10秒近く、10秒以上ですね、増えることになります。5本あるんで 2×2.1×5 になりますんでっていうことになります。ただクールタイム気をつけてほしいんですけども、長押しの場合は15秒になります。なのでさっき僕が祭礼を作った理由としては、まず1回目に祭礼が発動するときね、これが重要なんですよ。1回目に祭礼が発動するときは長押しクールタイムの方にしたいんで、長押しでスキルを打った方がいいですね。で回復するじゃないですか。その次にポン押しでクールタイム6秒にすれば、まあ、2発打てるんだけどみたいなような状態になるんですね。かなり面白い使い方になると思うんで、祭礼ぜひ試してみてください。そしたら攻撃力自体もポンポンって多めに打てますんで、はい、で特製スピリッツ、こちらなんですけども、まあこれがなかなかね面白い内容になってました。特製の氷スピリッツに関しては氷ダメージをエリアに与え続けるんですね。これがなかなか面白くて、今までエリア的にバフデバフつけるやつはダメージは入らなかったんですけど、氷がダメージ付与しまくるんですね。これ付与しまくることによって何が起きるかっていうと、この氷の範囲内で戦ってたら、例えば水元素のタルタリアとかで双剣で突っ込むと敵が凍りっぱなしになったりするんですね。なので今回のピックアップ2体はかなり相性のいいキャラクターになってます。エリア内にいる敵に継続して氷ダメージを与え続けるんですよ。でエリアにいるキャラクターは HP を、まあ、属性回復する。ここは分かりますよね。でここら辺がもう面白い感じに絡み合っているのがこのディオナのロクトツ、はい、じゃあちょっと実験してみたいと思いますので、よかったら見てください。はい、でですね、まあ、まず最初にキャッツクローのシールドですね、祭礼をつけてますんで、それちょっと試してみたいと思います、はい、まずは長押し、はい、こう氷になりますよね。でシールドでしょ、しかも5発のスキルダメージが出るんで、まあ、ほぼほぼこれ
確率的にね、確実になります。でこれで2発目をポンって打てます。はい、こんな感じでシールドが続きっぱなしになるような感じで、ただ4秒で1回押しだと4秒になります。で次に祭礼がまあ16秒のクールダウンになるんで、また打てるようになると思う。それで打ちます。また連続で打てますよね。でこれでまたこうやって打つこともできるんですね。そうなるとスキルのチャージがね、回りやすいっていうのも分かると思います。もう今ね、あのスキル元素の出してないんですけども、まあ、ちょっと特性のやつやってみるんですが、まあ、ちょっとダメージ食らいますね。回復量見ていきましょうか。この組み方だと結構レベルが40しかない状態でも、まあ、どれぐらい回復するのかなっていうところを見てもらいたいなと思ってるんで、はい、まあ、1回先にちょっとシールドの効果って言ったら、こう普通にこれ打ってきてくださいみたいな感じになるんですけど、全然大丈夫です。で肉球がつくんですよ、このシールドに。なかなか可愛いもんで、で、あ、打ってくるって思ったらこう打ち返せば、ほらもうほぼ食らわないですね。このシールドの数値は HP の 9% に、今はテンプが低いんでそうなんですけども、それは計算はレベルとテンプ次第で見てみてください。はい、じゃあ次、これが敵に氷が連続で、ほらダメージがこれぐらいのタイミングで乗るようになります。これでやるとタルタリアがこうやって突っ込むと、こうやってずっとこう凍りっぱなし、相手が凍りっぱなし、水元素もついた状態になるんで、水元素がついたやつにディオなのが乗るみたいな感じになって、こういった形でなかなかね、なんか鬼なで、こうなって凍結で、こう凍結したやつにタルタリアがこう打つみたいな。はい、じゃあチャージ効率見ていきたいと思います。まずさっき言った祭礼使った理由とかもあると思うんですけども、チャージやった後回復量見るの忘れたんで、それもちょっと見てみたいなと思います。まずこれで、はい、これでまずほら氷元素が付着できる。でチャージ効率も上げてるんで、これぐらいで2発打ちます。2発打てるんで、そしたらそれも回復しますよね。でもっと特筆すれば、これがこの弓打ちが、もうこの弓打ちがそもそも敵を凍らせるようなものになります。はい、でこれで溜まるんですが、まあ、これで打って回復量、はい、3000で、これがレベル上がってテンポ上がれば多分5000以上になるんで、まあ、ほぼ僕の革命ベネットの6000以上とか、そういうやつに匹敵する、あるいは、まあ、同じぐらいですかね、6000以上にはなる可能性があります、回復量でいったら。まあ、こういった形で一発で6000とかって増えるってことは、 HP が5000以上になる確率がかなり高くなるんで、元素熟知が200増えたりとかするんで、要するに元素反応を起こして敵にダメージ与えるじゃないですか。ディオナの その元素熟知が200上がってる状態、味方のも200上がってる状態だと、その氷元素のやつに突っ込んでいった時の攻撃力っていうやつがやっぱ爆発的に上がるわけですよね。でそういうなり方とかムーブができる。で敵の防御力、攻撃力も下がるんで、相手にデバフをかける、こっちにバフをかける、で相手にダメージを与える、で味方に回復を与えるっていう、そのいろんな要素が全てにおいて加わったのがディオナになります。だから他の回復キャラとかサポートキャラには全くないような感じで、バフを与える、デバフを与えるみたいな、回復できるみたいなのが全てにおいてなるキャラクターがディオナになります。それを実践すると、さっきタルタリアが突っ込んだようにこんな感じで敵を凍らせまくる。これ元素熟知が上がってるんで、こう凍ってるやつに対してバチバチ当てていく内容は基本的に攻撃力が上がってると見て大丈夫です。はい、こういった形に運用するのが今回のディオナで、6突することによってさらに元素熟知が上がったりとかするので、まあ、かなり味方にとっていろんな使い道のあるキャラクターとなってくると思います。でこれで非常に有効なのが、まあ、これだけじゃなくて、例えば風元素のキャラクターと組んだりとかすると、まあ、その凍ったのが相手、味方とかに、すげえ敵とかに付着しまくったりとかしたり、その拡散できたり、スクロースの場合だったらさらに元素熟知でサポートしたり、元素の付着したものに対してのダメージ
10% 下げたりとかいろんな効果がありますんで、まあ、風と組んでも面白いしみたいな、水と組んだら凍らせるし、雷と組ませたら敵の防御力も下がるわ、もうバチバチで追加ダメージかかるわみたいな。でもちろんあの炎キャラと組んでも相性が抜群という形になるんで、もうただ回復じゃなくて攻撃の起点ともなるようなことが可能になるキャラクターでした。以上になります。はい、ということでですね、今日はこの動画早速上げてみたんですけども、いかがでしたでしょうか。皆さんまたこんな形でガチャ引いたりとかいろいろやりたいと思いますんで、ぜひぜひチャンネル登録高評価でご支援いただけると非常に嬉しいし、やる気も出ます。よろしくお願いいたします。はい、ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。